お世話になります、ひとりでございます。ダイパといえば、そうポケッチのマンポケですよね。いわゆる謎の場所バグで必須の要素で、ダイパリメイクではどう実装されるのか、そもそも実装されるのかというのも争点になるくらい重要な要素だと思います。で、こんなマンポケがあるなら主人公はどれだけ歩いてるのか気になりますよね。私は気になりすぎて主人公みたいに歩きたくなりましたが、ステイホームを意識すべき時期なので変わらず普通に家で過ごしています。多くの方も同じく家で過ごしていると思いますので、今回はダイパは何歩でクリアできるのか検証していきたいと思います。ルール、普通にプレイした上でどれだけ歩いたかを知りたいので、特別歩数を節約してのプレイはしません。ちなみに私の今までのダイパクリア回数は数回程度で、クリアまでの道のりを完璧に覚えてるわけではなく、そのくらいの中途半端の知識でのプレイとお考えください。ポケッチをもらうまでの歩数は、空を飛ぶが手に入り次第最初に戻って歩いた部分を大体で歩き直して歩数とします。そして最後に殿堂入りしてエンディングロール後の歩数を合計歩数とします。ほいじゃ、チートばかし哀れますか。リメイク前の七竈門博士、今一度見ときましょう。パンパラパン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 パランパンパンパン。あるキー君だね、今回のコンセプトに合ってるね。いよいよ一歩踏み出した。これがこの企画の第一歩。ここだっけ、この辺からもうわかんねえわ。ここの無駄な歩数使っちゃってるね。全然わかんないから。最初これだっけ。あー、そうそう、ドンのやつだね。例のやつ。すごい、PV とかでアピールされてたやつね。やったら、リメイクだぞみたいな感じを、すごい強調してた部分だね。どれにする？ヒコザルでいきましょう。お、いきなり移動しちゃってるね。ここ。このワープ分の歩数はないですからね、当然。まあちょっとレベル上げしないといけないと思うんで、そういう歩数もね、ありますから。早く家の人に博士のお手伝いすることを話した方がいいよ。そっか、もう何回も戻るんだよ。3回目かな、これで家に戻るの。よし、初めての対戦だ。歩数には関係ねえけどな。お前が誰だろうと。え、こいつ、挑発なんか覚えんだ。知らなかった、こんな早く。もう4つ技覚えたね。すごいね。はい、レジェンズアルセウスで、ボス役みたいになるやつ捕まえとくか、一応。ライバルの名前ウーバーにしたのに、そいつに届け物をあげるっていうね。矛盾してるよ。いや、ポケッチの段階ではまだ、そっか、歩数計はないんだ。あれ？歩数計こっからできんだっけ、もう。あ、こっからできんのか。探検セットじゃなくて普通にあるんだ。もうポケッチの中に入ってるんだ。そうだそうだそうだ。探検セットじゃねえんだ。ずっと探検セットだと思ってたな。よし、行こう。はい、もうこっから一歩踏み出して増えていくの気持ちいいね、これ。さあ、勝負だぜ。うわ、急に勝負だ。ホップみたいに戦う準備できてますかみたいなのないんすね。2度目のポケモンセンターに戻る。これで歩数結構使っちゃうな。わ、この分は歩き発生しないんだ。これは意外な豆知識だ。ちゃんと歩数に注目してるからこそわかるあれっすね。ここまでワープできるってことなんですね。あ、ここダイパリメイクで出たとこだ。あの映像でね、開発した人のドヤ顔が見えるような感じですよね。あの、どうだ、こんなリメイクしてんだぞみたいな。あ、いた。なんでジムリーダー迎えに行かなきゃいけないね。曰くだけ見せられて、そんなの見たくでもないんだよ。このせいで歩数かかんだよ、余計によ。あー、進化すんだ、早っ。マッハパンチ覚えるよね、やっぱ格闘だもんね。よし、これでこのジム突破できるね。結構育てたんで歩数使っちゃいましたけど。はい、ヒョータ乱れひっかき、めんどくせえ技だな。え、マッハパンチでワンパンできた。急所に当たったし。よし、これで1042歩で一つ目のバッジだね。なかなかいいんじゃない。ってことは、これ一つのバッジで1000だから、8個でだいたい8000。それで、プラス殿堂入りで2000だと考えたら、1万ぐらいでいっちゃうってこと？もしかして。1万歩だったら少ねえぞ、めっちゃ。ドン。またドンだ。おい、充電かよ、覚えんの最初。電気技覚えろ、なんか。こんな綺麗なとこで銀河団と戦うなんて、花がかわいそうだ。うわぁ、毒で。すごい、これ懐かしいな。オリンクはなんとか毒に耐えた。毒が消え去った。毒治るんだ。この毒の表現どうなんだろうね、ダイパリメイクで。画面揺れんのかね。出た、普通にポッチャマ出してくるやつ。ライバルでもねえのに秩序を乱すな。なんで、本当にモブキャラだもんね、完全に。ポッチャマの無駄遣いだろ。ここめっちゃ長えな。うわ、闇カラス、いいな。あ、使えないんだ。2匹の時ってダメだ、2匹いて狙いが定まらない。これ初めて知ったわ、知らなかった。1匹倒せば捕まえられるってことじゃん。あ、1匹だと捕まえられるんだ。知らなかった。初めて知った、これ。え、まだあんの？長、ここ。次の街まで。出た、ダイパリメイクで強調されてた場所。3275方で着いた。なんでお前、リーダーが最初にいて説明してくれんだよ。下っ端にやらせろ、そんなこと。なんで普通のやつがナイトル出してくんだよ。ナイトルの価値を下げんな。せめてリーダーに出させろ、こんなこっそり隠れてるやつが。ちゃんとこのジムリーダー、この主人公分開けてくれてるのはありがたいね。
真ん中にいるんじゃないんだ。ここはステージってことなんか、戦うどういう表現なんかよくわかんない。あ、ナタネもナエトル出してくんだっけ。かぶってんじゃん。ナエトル乱用しすぎでしょ。え、いいのそれ。フォレストバッチ3898歩だから結構かかっちゃったね。ルクシオに進化した。え、まだ電気技覚えないの。いかつ。こいつこんなところで内側向いてるけど何してんの。受付してるわけでもないし。ダイパのジムリーダーどっか行きがちだよね。ほんと仕事サボってんじゃねえの。こんな街の中途半端な位置で戦うのって珍しくねえか。うわ、ポケモン引っ込めた。何をやってんねそんな小細工。ジムリーダーどこいんだっけ。わかんねえ、忘れちゃったよ。どうすりゃいいんだっけ。このさやつ、火がさ空なくしに当たってんだけど。スパークやっと18レベルで、やっとだよ電気技。そりゃ私だって歩いたり止まったりもします。だって人間ですもの。相田光雄のパロディこれ。すげえな、そんなあったんだ。いかつ。また儲かざるとか。普通のトレーナーが出してくるっていうね。しかももう一方はニャルマとかいう全然関係性がないっていう、わけわかんないよな。ダイパこれもリメイクしてくれたら面白いよな本当。でまた儲かざるの火がルクシオについちゃってるし、これもリメイクしてほしいね。ここ地味に難しいよなこのパズル。得意じゃないわ。結構大人になってもしっかり頭使わなきゃね。ジムが強すぎてポケ戦の往復でめっちゃ歩数かかっちゃってんな。疲れたな。スモモちゃんね、めちゃめちゃ強かった。はい、私の負けです。うわ、ただ14500方法ですね。1万歩でクリアできるとか言ってたのに。めっちゃ歩数かかってるわ。全然予想と違うわ。あ、空を飛ぶだね。これで一回戻りましょうか、じゃあ。はい、ということでこれでね、序盤に戻ってきましたんで、序盤の動き通りもう一回再現して歩数ね追加していきたいなと思います。まあ最初の位置からはできないんで、だいたい動くような感じでやっていきましょう。まあ自転車使うんだけどね普通に。はい、これで OK かな。この辺りで確かもらったもんね。ですからこれで歩数追加完了ということで、あとこれはクリアするだけですね。うわ、ほったいし。野良トレーナーでまた出てきたね。いかついな、御三家乱用しすぎでしょ、ほんとに。ダイパリメイクマジでそうなるのか。え、ぽったいし2連続で出してくんの ?2 体持ってんの、全部ルール違反じゃん。マジかよ。いかついな、ただの普通の見た目のやつが御三家出してくんのいかつすぎでしょ。つかこんな雨の中、おいトレーナー何してんのお前ら。立って歩いてるとかならまだしもさ、風邪ひくぞ。つかこんなちっちゃい子さジムで働かせんなよ、かわいそうだ。うん、こんなすんなよバカ。マジなんでこんなすんの。おいバカ、なんで急所に当たんの。え、いやちょっと待って、え、マジかよ、切れた。ふざけんなよ、最悪だわマジで。いやーそれはない、ひどいな。いやーうざ、ふざけんなよマジで。イラつく。うわーめっちゃやり直しになった。そりゃないぜ、マジかよ。なんだよあれ、やっぱこいつはこの台の真ん中にいるね。ナタネはこの台のこっちにいたのにさ、どういうことなんだろう。ここはバトルフィールドっていう感じではないのかな、よくわからんね。うわ、ひるんで動けないとかないわそれは。うん、引っ込めんの。うわ、ヌオー出してきた。マジかよ、めちゃめちゃ出し方うまいじゃん。スパーク効果ないとかめちゃめちゃちゃんと立ち回ってんじゃん。お前戦えてものすごく楽しかった。何この女子高生みたいな斧使い方。これで 13,785 歩。うわ、めちゃめちゃ歩数かかってんな、急に。なんかライバルポッタイシ出してくるけど、さっきポッタイシ2体出してくるやついたからね。ありがたみめっちゃ薄れてるね、ほんと。おっしゃー、レジェンズアルセウスで主人公をいじめるボス的存在レントランに進化した。技覚えねんかい。きたー、林亀。一般トレーナーが使ってくる。まあ、エリートトレーナーだけどさ。お前ら、霧の中で何やっとんねん、二人で。頭おかしいよ、お前ら。これ、リメイクでさ、全く同じだったら、省略だよな。全部計算問題。めちゃめちゃ簡単なやつ。さすがにリメイクでこのまんま来たら、舐めてるよね。やっと会えた、あんたに。すごい着飾ってるけど、そんな格好でバトルできる?オッケー、倒した。余裕。レリックバッジをもらった。
15,990 歩。またペース速くなったね少し。よし、橋のちょうど真ん中で会うとかね、奇跡的だよな。オッケー、相変わらず俺より少しだけ強いな。上からだよな。イワークしか出してこねえじゃんみんな。それパターンなさすぎでしょ。だいたい鋼タイプのジムだろここ。鋼のジムでしょ。マリルリーなんで使うの。こいつアイアンテール使うから入れてんのもしかして。しかもこいつ1体だけだしね。相手出してくんの。息子のヒョウタに代わってこの私トウガンが相手をしてくれようぞ。うわ初めて知ったわそれ。今までちゃんと読んでなかったから分かんなかった。うわ眠るでカゴの見つかってくるなんて。何をしっかり対戦やっとんねん。マインバッジを渡そう。ありがとう。16,897歩。急にペース速くなったぞ本当にマジで。うわすごい、もう目の前で目の前すぎでしょ。待ち伏せが怖いよこんな。いちいちこれ橋さ上に動かすのかなり非効率的だよね。技術としてはさすごいかっこいいけど、なんでそんな橋動かさなきゃいけない位置に船やっとくんだっつう話ですけどね。インファイト来た。36で進化するのに進化する前に覚えるんですね技。進化してからインファイト覚えた方がなんかそれっぽい気がするけどね。すごいこの3人に囲まれてる。きっつ。走る姿がさ後ろのやつの方が小股で速いね。主人公は大股なのに。また3人に囲まれた。下っ端その1っていう、その1っていう表現ね。これどうなんだろう、これリメイクされるのが下っ端その2よ。そのっていう、いるか、下っ端1下っ端2でいいような気がするけど。俺は強い、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 本当か。いや俺は強い、俺は強い、よしこれで大丈夫。え何これ、ノア、ノアってなんだよ。ノアってびっくりしすぎた。だが君もこの技マシンを見れば分かってくれるだろう。技マシン77を手に入れた。これアニマル浜口のあれかな、パロディかな。簡単に説明するとだな、戦う相手が硬くなるなどで防御力が高まった時こっちが自己暗示を使うとそのポケモン硬くなる。いわば互角になれる技だね。相手が硬くなるとこっちも硬くなるか。いいね。すごい。この恋キングの表現めちゃくちゃすごいっすよね。すごい。3匹と1匹の手持ちのやつのダブルバトル。1人さ、1匹のやつやられたらさ、めちゃめちゃ暇だろ。いわよ、もう一度自己紹介してあげる。意外と優しい面あるな。バイバイ。いいよ長いよ話してよお前校長先生かい。いや怪力の入手方法分かんなくて調べましたわ攻略サイト。もう何週目かなのに攻略サイト使えなきゃ攻略できないってだいぱむずいな。OK 秘伝マシン4を手に入れた。このタワーはじめさズイタウンのとこ通った時にさ入んないと絶対気づかながいよね。むずくねこれ。こっから H 湖までもめっちゃ長いっすよね。北海道の広さをすごい感じることができるような、こんなとこに秘伝マシンがあるっていうのを受けるような。ほんとロッククライム、なんでこんな落ちてんの普通に。かなり大事な秘伝マシンなのにね。だってここ見つけないと進めないんでしょ。何もストーリー関係なく手に入れるっていう。出た、ダイパリメイクで斜めに入ってるところを強調されてたところだ露骨に。なんで氷タイプのジムでヌーを出てくる。ダイパこういうタイプ全然関係ないやつ多いよな。難しいここ。いいよ強い人待ってたし。だけど私も気合入ってるから強いよ。僕もおしゃれも恋愛も全部気合なの。そこんとこ見せてあげるから覚悟しちゃってよね。発言が格闘タイプなんだよな。スカートめくれ上がってんのこれ。22,254 歩でグレイシャバッジ手に入れました。この H 湖の流れもさちゃんと覚えとかないといけないからね。これきついよね。まあ別に戦ったりしないんだけどね。俺強くなる、なんか勝ち負けとかそういうのじゃなくて強くならないとダメなんだ。すっげえいいこと言うな。わかんねえどうすりゃいいか。天眼山だって気がするんだけど、まだここじゃねえんだ。いや歩数かなり無駄に使っちゃったな。ここだよね多分。残り行ってないんでここしかないもん。いやいや、お前は俺を覚えていなくても俺はお前を覚えている。めんどくせえやつだな。よくわかんないこと言いやがって。お前のせいでピッピは取り上げられて相方は田舎に帰り、知らない俺は倉庫の鍵なんて知らないぞ。どんなストーリーやね。無理やりだよなこれ。倉庫の鍵手に入れるストーリー。え45レベルで炎の渦かよ。銀河団何を受付ちゃんとやってんだよ。銀河団に立てつく君の力見せてもらいたい。見せてやるよ。すっげえ弱かったな。28,000歩で来ましたねここまで。こいつからマスターボールもらうとかさ結構普通に優しいよね。お前アクア団にしか見えねえかんな。言っとくけどこのマシンのボタンを押せば自由にしてやれる。普通にも押させてくれるのはありがたいよ。
助けてあげた。つうかこいつら解き放った後さ、どうやって行くのかな。テレポートみたいにできるのかな。それともちゃんとさ、あのドアからドアから逃げんのかな、しっかり主人公が通ったような場所通って普通に廊下とか飛んでいくんだ。あれまだ行けないんだっけ。わかんねえ。結構開いたね。わ、すごい弾が出てきた。おお、すごいいっぱい出てくる。これすごいよな、この表現大好き。グギグバー、あなた強いかもしれないけど私たちも本気ですよ。ここで来るの熱いね。この間ボス見てるだけ超暇だろ。お前ゴンベとか大体さ進化させとけ。歩きのポケモン回復してくれた、ありがとう。どこ行くんだよお前。ピーピーピーピッピかよお前。ゲー、こんな距離戦うのかよ。大さんありがとうな。すごい、こんな状況で戦ってんだから幹部隣にいてくっついてる状態で。銀河団に無理やり呼び出され、あんなに苦しんでるポケモンを。あ、今歩数進んだけど一歩も追加されませんでしたね。3歩得しましたね。マスボ使っちゃおう。いや、マスターボールで捕まえるともう全然つまんねえわ誰の未来も誰の世界も何者かによって奪われるものではないのだめちゃめちゃいいこと言ってんじゃん。あ、またワープしたねワープさせてくれてありがとう。アルキー、それではポケモン図鑑楽しみにしておるぞ。今までに行ったことのない場所に行けば出会ったことのないポケモンに出会えるだろう。あんなことあったのに言うセリフいつもと一緒かよ。お、しかもこれ入って出るだけでいなくなっちゃうんだ冷てえやつらだな。四天王までどっか行きがちっていうね。なんで第一班のジムリーダーはどっか行きがちなんだよ。ほんとめんどくせえやつだな、黄昏やがって。あ、みかんだ、夏。なんで電気タイプのとこでビーダル出てくんの俺にポケモン勝負の楽しさを思い出させてくれるトレーナーで会ってくれ。他力本願。つか、なんでオクタン出してくんの。タイプ水でしょ。エテボースとかもこいつが俺の切り札だ。全く電気じゃねえよ。ビーコンバッジをもらった。31577歩。予想より随分多くなってるね。で、マシン07を手に入れた、ありがとう。これもこいつに話しかけないと手に入れられないからさ、普通のキャラと思って話しかけなかったらさ手に入れられないわけでしょ。これなかなかきついよな。そしたらこの攻略運ゲーすぎね。野生のポケモンと遭遇して初っ端飲み込むとか、お前何をやってんねんって話ですけどね意味わからん行動だわって。何も飲み込むものないのに。ひゃー長い、めちゃめちゃ長いぞ。なんで普通のトレーナーが、お前引っ込めんだよ。そんな小細工すんな。エリートトレーナーだから仕方ねえんだろうけど。何しかもちゃんと泥爆弾しっかり浮遊で避けてんねそう、ものすごいちゃんと出し方うまいわ。こんな珍しいポケモンさ普通に使ってくるなんてね、ノラトレーナー。何ギャロップに鳴き声を覚えさせてんの。お前どういうエリートトレーナーだよ。こいつかなりツッコミどころ多いな。え、またエリートトレーナードダイトス出してきた。エリートトレーナーエリートすぎだろ。っていうかドダイトスここで初めて見るんじゃん。いかちいな本当に。御三家の最終進化こんなとこで見れるってやばいよな。ベテラントレーナーがエンペルト出してきたお前ライバルより早く出してきてんじゃねえよ。御三家の最終進化、やっぱだからレジェンズアルセウスでも野生で御三家いるっぽい感じなんだ。いや、ダイパの敵さ、ギャラドス使ってくるやつ多すぎでしょ。すっごい垂直に登ってくね、滝登り一括。お、やばいやばい、このちょっと横に来たわ真ん中から話しかけようと思ったら右から行っちゃって右側にライバル来させちゃったこんな中途半端なところで戦うんだ。悪いことしたな。おいおい、何引っ込めてんの。もうあと一歩で倒れるとこで。俺はこいつを信じてる。だから騒がないぜ騒がないぜ。騒がないのは大前提だよ。よくわかんねえわしかもこのほぼ瀕死状態のやつを出してきて、信じるもクソもねえんだよ。もうあと一発でやられるんだよ。33262歩でポケモンリーグまでたどり着きました。行きましょう。はいはい。OK OK。 めちゃめちゃ間があった。怖かった今。何あれ、あの間、異常な間があったんだけど怖かった OK 行くぜ。ここも歩数かかるね。ただ数十歩でいけんじゃないか、ここからも。 OK、 ここの今の入ってから3歩分ぐらいは節約できたね。自動だから。はいはい。量なんか普通の人っぽい感じだな。うわー、レベル高え。よし、こいつなんだっけな、レベル差が激しすぎる。よし、いいアフロ。ギャロップも多いな、ダイパーは。やったら出てくるな。あれ、四天王も
御三家使ってくんだっけ。お盆の耳持たせてるやつ多すぎでしょ。さっきから何体いんだよ。日本バレ、耳ロップ、日本バレと甘えるしかやってこないよ。1耐えて勝つ。わあ、相打ちだ。相打ちで経験値もらえなかった。ひでえ。ポケモンいない状態で話しかけてくるとか、で戦いの後黙るとか。お前黙ってんじゃねえよ。対戦よろしくお願いします。こっそいねえ。オッケー、倒せた、やっとだ。ボロボロだ。ギリギリ。よし、ラスト行くぞ。結構長い、ここ歩数が。よしよし、ここ結構今稼いだね。歩数自動だったから。チャンピオンとして君と戦います。お願いします。激アインパクト、ラッキー外れる。しかも瓦割りとか。やめてくれ、地味に食らう。やめてやめて。あー、危ねえ。なんとかなんとか乗り切った。レベル差えぐいな。波乗りでワンパンかよ。そりゃねえわ。オッケー、倒せた。ロズレードって他のやつも使ってなかったっけ。オッケー、倒した。ようやく倒した。やっと終わった。めっちゃ強かった。お見事です。素晴らしい戦いだったわ。ポケモンが最大限力を発揮できるよう応援しつつ、冷静な判断で見事勝利した。その情熱と落ち着き2つを合わせ持つ君とポケモンならいつだってどこだってどんなことでも乗り越えられ戦っていて、そう思ったの。新宇宙王、新しいチャンピオン誕生ね。さあ、そのリフトに乗って。お前戦ってる最中によくそんな長いつらつらしたこと思って戦ってたな。だから負けんだよ。あ、ここ歩き反映されませんね。あ、自動歩きだからこれでもう終わりかな。歩数もしかして。わかんない、これエンディング終了までですから何が起こるかわからないから。あ、ここも歩き反映されない。いいね。はいはい、自動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 。お、最後も全然歩数かかんなかったっすね。はい、これでようやくだ。おっしゃ、ポケモンリーグチャンピオンおめでとう。このメンツでなんとかなんとか突破したわ。プレイ時間14時間20分終わり。よし、これで終わりか。よし、つけましょう。いきますよ。はい、ここで、はい、来ました。33,372歩です。どれくらいかわからん。じゃあこれを元にちょっと計算してみます。確かポケモンの主人公、例えばサトシだったら10歳という設定なんで、10歳の男子の平均身長が139センチらしくてですね。大体。で、結構ね、ランニングシューズで走るような感じで歩いてたんで、早歩き的な感じで想定して、歩幅を計算すると、69.5 センチらしいですね。まあそういうサイトみたいの使って算出しただけですけど。で、それで歩数を 33,372 歩で計算すると、歩いた総距離、23.19 キロです。いや、北海道狭すぎ。ということで検証結果、ダイパは 33,372 歩でクリアできるでした。北海道という視点で考えると距離は短いですけど、14時間で23キロ歩いたって考えると結構頑張ったなって思えて、なんか自信がつきました。この自信、黄金より価値あると思います。